とりあえずちょ待って、この暑さ対策でちょっとこのベストを着てもらいましょう。これこことちょっと一回閉めてみて。では、うん、この後ろにお冷剤300g の保冷剤が1個とで、うん、前に保冷剤2つ冷感ベストですよ。冷たいですよ、とってもマジ冷たい、これほんまにマジで冷たい。ええ感じ、ええ感じ。でもこれ薄ないとあかん。でこの前ワークマンで買ったもうすでに 半袖になってますけど、半袖ちょっとつけないとですね。長袖で次がネッククーラー、これモバイルバッテリーで駆動させます。どうすか。いいです、めっちゃ冷たい。もうすでに冷たい。もう冷たい。うん、オッケーオッケー。オッケー。うん、これもう一日待つやんな。マジで待つ。これ余裕。ああ。ここも取ったよ。ここのベルト。そっちの方が。いいんちゃう。あ、こっち太い。うん、太い方のベルト。OK。OK ですか。うん。なんかあんの？注射。あ、注射なん。うん、それ早言うて。オッケーって今言うて。慌てて帰ってこなあかんや。じゃあもうすでに手振ってみ。ちょっと半笑いやけど、バカ。4時か。今何時？今2時やろ。2時間か。もう行ってすぐ帰ってこなんか。4時から始まる。何？そうやった。何？
今日はちょっとシールド閉めてもらっていい？はい。あとな、信号2つ3つ。うん、もうだいぶ来たで。帰りは早いかな。帰りはなんとか4時までに帰らんとな。うん、4時からやから。もう最悪も直接その市役所に行かんと間に合わへんかもしれない。ウインカー出てないな。ウインカー出てないかな。出てない。出てる。あ、出てる。ウインカー出てる。めっちゃ薄いけど。バイク王やん。ああ、そこか。ああ、前来た。あれ行ったっけ。なんかバイク持ってんかったし、このバイク戻し、多分バイク王の前バイクいっぱい止まっとうと思うけど。土曜日やからな、ある程度おるやろ。ほら、よっしゃ。暑い。台車が。これですか。これ。原付ですか。まあ、一応 125cc らしい。ちょっととりあえず。よっしゃ。車内旦那バイクでも大丈夫。え？こんなグチとも大丈夫。これヤマハやで。ヤマハ？アジアのね。カゴ付きで。買い物できる。